小さい頃から親の姿を見てまして、やっぱり大きくなったら羽村になりたいなと思って今も続けてさせていただいております。もうやっぱりね、お父さんがやっぱりやってたのを見て、やっぱり出荷するまではもうなかなかでしたね。伝統産業に関してはもう本当に作る、ね、いいものを作るしかないと思うんで、この辺でやっぱり、ね、きちっとした仕事をしてたら伝統産業も生きてくると思うので。そうです。スポーツもやってたんですけど、やっぱりその反面ね、帰ってきたらやっぱりその包丁しか見ないんで、家で包丁ばっかりあるんで、やっぱり包丁にまたそっちに傾いて、将来は包丁屋になりたいっていうのがありましたんで。それで当社の方はやっぱり見た目も綺麗にさせていただく作業をこう重視させていただいております。その後、研ぎに関しても切れ味重視でさせていただいています。これで研ぐと包丁がやっぱり 手作りでやってますんで、このボコボコ感がここに目では見ては分からないんですけどありますんで、それを今から順番にこれらを当てて、ここのところを平らにする作業をしますんで。過去は多分300件以上あったと思うんですけども、今はもう境は多分刃物は100件もないと思いますね。どんどんやっぱり年寄りの召した方が辞めていかれるっていうのが多いので。やはり伝統産業の魅力っていうのはいいものはあるんですけど、それをどう伝えるかとかっていうところっていうのにもうちょっと私はフォーカスしていくと、やっぱりその辺で弟が入るとパソコンには強いので、やっぱそういう面でメディアを使うこともできますし、やっぱり僕らは絵で描くだけなんですけども、やっぱりそれをパソコンに使って絵をつけたらこんな感じだよとか、そういうのもアドバイスももらえますんで、それを今度は僕らが作る方で、やっぱりこれからはね、パソコン使っていろいろなことをしていかないとね、刃物屋さん一緒のような刃物屋さんのことをしてたら当社も一緒のような刃物屋さんになるので。そしてショールームに来ていただいて、たくさんの包丁を見てもらって、まあ、そこで話をすることによって、まあ、そういうご意見いただいて、まあ、製造ができる、まあ、そういうのがやっぱり今後、まあ、どの業界であっても大事になってくるんじゃないのかなというふうに考えてます。こちらの包丁が本焼き包丁といいます。とこちらの模様なんですけども、これが富士山の形をイメージして作っています。で本来であればですね、こういう波模様の、で、商品として作るんですけども、まあ、外国人のご要望がありまして、この模様をですね、まあ、こういう富士山の形にした方がいいんじゃないかっていうのがあったんで、こういう形で、作りました。
当初は若い職人がたくさんいてますので、やっぱり当初は20代、20歳代も多いんで、やっぱり若い分、やっぱりすごく早いっていうんですかね、覚えて、次の作業もやっぱり逆に教えることも、教えられることも増えてきましたんで。ここまでできなかったのにできたとか、やっぱりお客さんの言葉、顔を見れるっていうのはやっぱりよく切れたよとか、そういうのが一番いいですね。